い、皆さんこんばんは、かずえちゃんです。はい、今日もね、昨日に引き続きここ金沢から動画を撮ってます。この金沢という町はね、金箔の町と言われるぐらいに金箔がすごく有名なんですね。日本の 99% 以上の金箔をここ金沢で作っています。本当にその金箔を使った商品っていうのがね、ここ金沢にはね、たくさんあるんですね。でね、かずえちゃん、その金箔がお肌にいいっていうのはね、聞いたことがあったんですけれども、今までね、こうやっぱり金箔っていうと結構こう高いイメージがねあったので、なかなかこう、なんていうのかな、手を出せなかったんですね。でね、今日お店でいいものを見つけたのでね、早速それを買ってみました。これなんですね、じゃん。金箔と美容液が入ったね、まあ小さいサイズなんですけれども、自宅で簡単にできるっていうセットなんですね。中身はね、こんな感じなんですけれども、まず金箔と、そして美容液が入ってます。この金箔っていうのはね、お肌の代謝、新陳代謝を上げると言われています。代謝を上げることで、まあいつまでもその潤いであったりとか、張りを持続させる働きがこの金箔にはあると言われています。それではね、早速ちょっとやってみようと思います。はい、そしたらね、この金箔をお顔にのせていきます。はい、金箔です。本当にこうペラペラというか薄いんですね。これをね、ほっぺたにのせます。はい、こんな感じでね、3点に金箔をのせました。はい、そしたらね、この金箔をね、この指を使ってこう肌になじませていきます。こういう感じで、で、こう手がね、こう滑りにくい時は、まあこの美容液をね、この指に少しこう垂らしてもらって、で、こういう感じでこう入れていきます。はい、あれだけこうたくさんあったね、金箔がね、こう肌の中にね、こう入っていくんですね。本当にこう、なんて言うんだろう、匂いはね、あまりないんですけれども、すっごくしっとりします。なんていうのかな、吸い付きというか、このこうひっつけた時のこの吸い付き感がね、すごくあります。やっぱりいつもこう、かずえちゃん化粧水をして乳液をして、まあそれでもね、結構この、なんていうのかな、この張りというか、このひつき感はあるんですけれども、全然比べ物にならないぐらいこの吸い付き感は違います。うん、すごいです。なんか言い方変えると、なんか顔に糊を塗ったぐらいこうひっつき感がすごいです。でね、初めてこの金箔を使ったパックをしてみたんですけれども、明日がね、楽しみなぐらいにこの潤いが肌にあります。はい、ということでね、今日のこの金箔美容動画はおしまいです。それではね、皆さん今日もゆっくりとお休みください。はい、それではね、皆さんまたね、また見てね、バイバイ。